熊の舞の苗は光新生期を使用。稲の茎が短く、かつて秘境と呼ばれた熊野の険しい自然の中でも育つ生命力あふれるお米です。そのおかげかお味は甘くてツヤツヤ、粘り気があって冷めても美味しくいただけます。ちなみに熊野舞ではリゾットやパンなどもございます。ご興味ある方、お店で見かけてぜひ手に取ってみてください。熊野舞の田上からのお知らせでした。